バリスティックボーイズ from エグザイルトライブ。平均年齢22歳、2018年に結成された7人組ダンス&ボーカルグループ。全員が歌、ダンス、アクロバットができる実力派。そのパフォーマンスはエグザイルトライブトップクラス。深堀美空、奥田力也、砂田正弘は15歳の時、事務所のプログラムで本場ニューヨークに渡り3年間ダンス留学。英語も使いこなす国際派。2019年デビューしてすぐに、マレーシア、タイ、インドネシアなどアジア諸国を中心にプロモーションツアー。今年2月リリースのサードシングル「アニマル」はレディーガガやケイティ・ペリーなどを手掛けるコーリー・エネミーがプロデュース。すると台湾の新聞でインタビュー記事が取り上げられるほど世界中で注目されているグループなんです。そこでゼロイチクエスチョン、もっとよく知るため5つの質問。レッツゴー。グループ名の由来意味、誰いく？よしグループ名の由来は変幻自在という意味も込めてヒロさんが考えてくださいました。バリスティックボーイズ、ビッグなイケメン。歌やダンスをするメンバーが瞬時に入れ替わるフォーメーション。そのスピード感ある変幻自在なパフォーマンスからこの名前に。普段噛んじゃったりすることってないんですか？いや、誰もいないと思うんですよ。はい、そんなまさか MC でね、大事なところで噛む人とか。今やってみる。いや、これぐらい言えるの。俺噛まないっすよ。噛まない。バリスティックボーイズ、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 バリスティックボーイズ。帰国子女なもんで。そうなんですよ。最年長の日高龍太と鹿野義行は EXILE の TAKAHIRO が選ばれたことで知られるボーカルバトルオーディション第5弾のファイナリスト。さらに松井力、貝沼流星はラップ部門のファイナリストというハイレベルなメンバー。ちなみに松井はダンスもハイレベル。ダンスのバトルで2回日本一になったこととか。じゃあ見せてもらってもいいですか？日本一見して。じゃあもう日本一なんで、こうもう何も用意せずにこのままこう来てこう来て。本当に？すげえ。僕のびっくりする。このノリでできるっていう。はい。僕のグーフィー深掘りしないですか？難しいな。普段って振り付けとかって全部自分たちでやってます。僕とリキアとマサヒロが、まあ、ベースを考えて、そこからまあ全員で話し合って決めたり構成作っていったりっていうのをしてます。そんなエグザイルトライブトップクラスのパフォーマンス集団がゼロイチのためにあの名曲を。なんで？ありがとうございます。
界に羽ばたくバリスティックボーイズ、今後に注目です。